磯丸です。もう動き出してないですけど、抽選ですね。今から D ステーション上越店さんですね。よろしくお願いします。で、前回からミッション新しく始まってて、ポイントを稼ぐんやったら、今やったら6号機の方が。6号機で積もるというのが多分一番話し合えん。けど、その中でも、まあ僕はちょっと、ラインナップがね、前回のところは5号機、まあ AO とかがあったんで、AO 行っちゃったっていう、まあ負けたんですけど。だから今回は結構残ってる5号機、まあ、香ばしい系でいうと本当に番長するというかがメインになってくるのかなっていう方なお店さんなんで、両番引けば、まあ、絆だったりとか、まあ、そういうオーソドックスな、まあ、ミッション意識した立ち回りというのを今日はできるのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。微妙っつって成り上がり、お願いしまーす。さあ行きましょう、行きましょう。あ、花花とか待ってんねや。へえ。アーネモネとか取られへんの？あ、取れそう、取れそう。あ、行けるやん。あ、無理や。埋まってるわ。まあじゃあまあ、乙部行くか、せっかくやし。本日、スーパー D ステーション、上越店さんにお邪魔しております。よろしくお願いします。で、抽選行き終わって、入場も終わりまして、抽選が181番で、トメの 6.2 号機ですね、のやつを取れました。で、まあ、まあ言いにくいけど、まあ、ゴッドみたいな台のやつがあって、違うよ、そんなことない、全然。全然別物なんですけど、まあ、ゴッドトレみたいなものがあるんで、確率がね、まあまあ、まあ、もうあれやからさ、まあ、8、9、2なんですけど、お世話になってます。というわけで、まあ、得意な数字ですよ、8、9、2って、我々スポットにとっては。なので、まあ、それをまあビシッと決めて、まあ、今回は、ミッションを集中した、実践にしたいなというふうに思います。まあ、だから感想をまず一つ目指すというのは、まあ、あと勝利を目指す。あわよくば構成という。それをまあ意識しながら今日ちょっとやっていきたいなというふうに思います。あ、ごめん、ミッションこんな感じ。どうも、磯丸です。新しいミッションが始まりました。今回は各チャンネルで合計100ポイント達成せよ。ルールがこちら。2022年11月30日までに達成で豪華〇〇旅行。未達成で恐怖の〇〇生活。毎月10ポイント以上獲得していない場合は2人揃って隣駅で罰ゲーム。成り上がり。はい、まあなので、まあそのミッションを目指していくと、チリズマやからね、頑張っていこうかなと思います。というわけで本日スーパー D ステーション、上越店さんでダニャーン成り上がり。さあ、とりあえず何もカスタムせず一回やってみようか。で、ゆる感切れ取ったんで、ちゃんと設定変更は多分してると思われます。初めて打ちますね。通常時は状態を上げて、その状態を参照して、抽選しますみたいな、あるいはチャンスゾーン入りますみたいな感じの台ですね。だからリップスさん、あるいはキナナスさんとかが、まあ、あっちいいよと。で、そのリップスさんからの、ヘルゾーン、ヘルゾーン言うてるやん俺、ヘルゾーンちゃうねんじゃあそうですね、のヒット率とかも、まあ、若干1で 9%、6で 15% と、まあ、結構多分判別できない、サンプルがどれくらい取れるか分からへんけど、まあまあ、まあ、じゃあ難しめのあれやと思うんですけど、まあ、そこ設定差あるんで、まあ、注目できるようなら、そんなにサンプル取れるんやったら、まあ、注目してねって感じやと思います。で、あと、まあ、これリセット台なんですけど、このゆり感ついてなかったんで、リセット台やとは思うんですけど、リセット時の恩恵として、まあ、42% ぐらいでは、浅い天井、浅いっつってもそんな素人浅くはないんやけど、で、その天井なんですけど、こいつ2種類あって、チャンスソーンが隠る天井1個と、まあ、それ超えたら、普通に AT が当たりますっていう天井があるみたいです。まあ、でも一番偉いやつに行くのがこのクローバーなんですよね。配列的にもどこ押しても止まるような感じなんで、まあまあゴッド力みたいなイメージやな。で、恩恵も偉いです。やっぱ今のミッションがその1垣の2400を、まあ、できれば目指して、まあ完走やなを目指してね、あるいはまあ勝率、まあ、プラスでちゃんと終わってね、ほんで、トータルの枚数もいっぱい出して、その分だけポイント貯まるよっていう、そういうミッションなんで、まあその点で言えばマジでちょうどいい台なのかもしれへん。あ、好き、毛利さん、森さん可愛いのよね。でもさっきちょっと俺チラチラな可愛い子を見つけたんやけど、名前分かれへん、名前存じ上げへんねんけど、俺やっぱあの乙部2で止まってるからさ、
古い人間だよ。あーこれで見れるな。あてか吉本で当てる今。あーこの子秀明。あ小早川さんか。はいはい、パチンコでおったよね。ごゆっくりお楽しみか。すいません。で一応これさ、もうちょいでワンチャン天井じゃない。さあこれ300ゲーム。おおよかった。リセット時の300ゲーム第一天井の振り分けが選ばれましたっていう感じだね。これチャンスそうですね。来たる 50% 超えです。3ゲーム7ゲーム目が多分熱いんですけど、3ゲーム7ゲーム目以外の AT 抽選にめちゃくちゃ設定差ある。6はもう毎ゲーム 14.5% のレベル。3と7であれた方がいいやな。さあ行こう。さあ何引けるかが大事になってくると。これは残念。まあ乙女アタックみたいなもんやな。で次のレバーオン結構、3回目なんで、要は3つからが転売するって感じやろ。で3ゲーム目はあーレイクされてるね。目押し15万役引けたら、一応 20% あるんか。それをまず引きましょう。ほら引いてるやん。でも目押しじゃないなこれ。はい惜しいんじゃない。これは白っぽちみたいな感じやろ。はいはいはい、5当てときたいよな。6ここはまああんまいらんよな。で次7なんで7揃いってことでしょ。当てていいっすかこれ。レアク、はいはいはい、当たるわけないなこれ。もうやらかしてんのもこれ。2枚目いきましょうか。いきます。あーでもサシコで出るやん。そうやな、この出目とかで状態の示唆というかねを察知するのも、状態の察知するのも多分この手の台の面白いポイントだと思うから。奇数順目とかさ、ほら7ケツ先輩、これは明らかに合格あるいは超合格の可能性が高そうな感じなんで、名称が違うけどね。今までだったらまあ天国とかのあれですけど、ちょっとこれ大当たり近いんじゃないのと。女の子ばっか見とったけど、一応この下にちゃんと図柄があるから、これはさレア役否定で当たってるみたいな感じじゃないの。こんなんなめきしかないよな。はい、これは当たってるでしょ。ほらし、まあだから全長レベルからさあるね377はね。さあ行きましょう。8図柄での当選でございます。でまず、トカゾンからスタート。ケルベロスあペルサバでハーネスのイメージあるな。でそこにもう一個はプレミアで家臣バトルというかあると思われます。ここの成立役までは意地なんやろな。あ下に書いてあるやん振り分け、7%1%92%で、まあ、今回はときめきプレゼントという感じです。この最中は平均多分80ゲームぐらいなんかな、の上乗せで、まあ、やっていきましょうか。はい、レアクとか引くと結構いいみたいですけど、最中、はいはい、これが、目押し13枚みたいなやつで、ここの目押しが結構なんか、まあ、シビアなんかどうか分からないけど大事らしいんで、で 2V、これの時これ引いたら多分 2V1 で連絡くるみたいな。これ何をしてんの。あめくれていってんのかな。結構乗ってない。そんな乗んの。これ俺の引きが強いの。それともなんかあれっぽいな、何だっけ、あのリゼロ、そう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 、リゼロの名前忘れて持てるもん。右側選ばれた方がいいみたいな。で、あー終わりか。あー100ゲームで終わりましたね。さあ行きましょう。乙女ラッシュ、さあ行きましょう。でこの最中、まあ、今乙女ブレイズ高確率になってますけど、乙女ブレイズからの音、強川チャンスからの特化ゾーンを目指してねっていう、あるいはまあ直乗せを目指してねって感じみたいですね。状態の概念もあって、もちろん状態いい方が上乗せしやすいで、定格での上乗せの率に設定差ありますね。高設定の方が多分強川チャンス当たりやすい感じみたいです。で強川チャンスにもその過信化みたいな
感じのあれがあるらしくて、わあリノ君、リナンカ来い、リナンカ、燃えないね、燃え方にちょうだいよ。中段リップ、あれはフェイク、ああ中段リップですね。おら、ブレイズ、ああナイスブレイズ、ジャッジエースみたいですね。成功期待度バチクソだけです。だ報酬はちょっと微妙なのかな、だから上乗せ直乗せとかになるのかな、わからないけど行きましょう。行きます、はい、強川ちゃん、強川ちゃんはそれてるやん、はい直乗せやめてー。おお結構乗るやん、30ですね、なるほどね。あリップ3やん、4まで行こう、リップ4やん、もう5まで行くか、せっかくやし、はいリップ5連射ぞ、すごない、さすがに終わった。さあさすがにブレイズっすね。あでも報酬うんーまあ微妙なか、前田利家さん行くぜ頑張れ、ナイスブレイズ、ノットナイスブレイズ、いや嘘、はい全然いけてましたね。この子はなんかその復活みたいな扱いだよな、はい、あいやいやいや、まあ30乗せ方気持ちいいな、30、あ連続性持っとるわ、さあ、あ連続性持ってるやつ引っ張ってきたんか、さあ行きましょう、特化ゾーンに行きたいんですけど、まあこれもだから成功するってことだよな、4連結構、あ5連か結構いいことなんじゃない、なんでそうやんな、はい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 、ここまでは多分確定してる分ですね。そこどこやのこれ。20! 足らんよ。からの信長、信長、信長、まあ、どうせつやな。はい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 。持ってんのかな、持ってへんのかなっていう。なんかありそうやけどな。ああ、かかっていいな。ナイス。さあ結構連続してこうなると結構おもろいな。さあ合計で10、20、20からの、ああすごい、結構すごい、結構すごくなってる、徒党を組んでます。え秀吉エグいんちゃう、秀吉ってほら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 、やっぱ成功期待とか鬼成功期待との鬼なの、いや行ってほしい行ってほしい、リプレイ5連の破壊力を見せてやれ、はい、あんあんなかった、さすがにあれいったやばいよな、選んでた曲と違うやつ、おジョンゾー全然足りてへんやんけ、ジョンゾー 1.99 枚ぐらいですね、あまあ399枚、まあしゃあない、ゆりかんはついてます、これなんか 0. 何パーらしいな、これチャンネル、ひだきチャンネル、あ、今切れましたわ、この台なんか似てるなと思ったらハーレス似てない、あんまり、まあちょい2ぐらい、ちょい2ぐらいな、かわいい、かわいいハーレス、強くてかわいいハーレス、え、メーカー違うの、え、あ、メーカーさん違う、これ持ってると思ったら、俺さあ3枚目でございます、まあただまあ第一天井というかキャンソル天井が来るんで、そこでビシッと当てましょう。え600じゃないのこれ、あ来た来た来た、あ違うわ、おお推理だから合格準備追ってレアで合格上がったっていう感じがあるんかな、まあワンチャン超合格やったらマジぶっ刺しがあるけど、どこかがネガでもさすがにな、ここよ、ここで転落まで寝そう、早くよ、あー早く、そう刺しちゃってよ、それぶっ刺し、演出否定というか矛盾というかしてんじゃないの、これあれやん、ハーレスの目バーンみたいな感じやろ、次のゲームでジャッジみたいな感じやろ、最高多分、俺早くいた
そんなことなかったわ。はい、こんだけ続いたらぶっ刺し。オッケーナイス、たまったな。225回転までたまりましたね。昇格関谷が関谷アタック。はい、まあせやな。うわ、96、さっきより4少ないですね。まあ96ゲームスタート。ちょっと出しちゃう、もう出玉。あ、なんか背景全然違うぞ。いやまあでも状態はいいんか。今やな、ここで差し切らな。お、あ、ほらほらほら、これ全長あるいは高額が確定するステージになります。トントントン、おい、ナイス。さあどうしたどうした、108回転急に。はあ、これ厳しいな。さあまたさっきと同じベンツやな。まあでもなんかよう分からず早めの当たりが取れたんでよかったっすね。なーにそれ。ああ、これさ、もうさすがに全長踏んだやろ。 10% 取ったんじゃないですかこれ。ババ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 ー、ナイス。 10% 差したかな。でもゲーム数かかりすぎな気もするんやけど、どうなんやろな。まあいいや、行きましょう。4図柄なにこれ。ああ、昇格するやん、昇格するやん。ブーン言うてたよ今。7来い、7、7来い、7。おい、3やん。3めっちゃ強いんよ、3めっちゃ強いんよ。多分政権以上やった気がする、さっき調べたら。ちょっと待って、いや奇数の15とかやと多分ね、その振り分けが優遇されるだけなんやけど、3図柄はねいいんよ。政権アタック以上ですね。で政権は10ゲームプラスアルファで、一応継続率も 1%、20%、50%、80% 持ってるけど、まあほぼないでしょう。さあ行きましょう、やったぜ。ただここでレアク言ってたらレベルアップの可能性あるからね。政権、政権、家臣、家臣がええな。もう 10% ありますよ、 10%。 ワンチャンス。ああ、俺一番ハーレスいたんかと思った。俺今あのペルちゃんの方ですね。まあまあイメージ、イメージね。さあ聖剣アタックでございます。まあ7揃いが9分の1なんで、それを引きましょう。あ、元から50は持ってはるんや。あ、マイゲームアロスじゃないやな。あ、むずいかも、ちょっと待って、むずいかも。いや、行こう、9分の1な。いや、アホやもんな。揃えたい。OK、ネクストゲーム。あ、うわ、すごいすごい。こら、こら、いけ、こら。惜しい。これをもう一回やりましょう。出ないと100で終わっちゃう。レアークの時でも今の来る可能性あるらしいね。こんなところで2連いらんよ。9分の1で。映んない？ときめきと変わらん、もうときめきプレゼントと変わらへん。まあええか。ああ、じゃあ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 。さあまあでも一応赤なら揃いみたいなフラグとまあ恩恵一緒なんですけど、まあ引けましたね。よかったよかった。ただこれ強化はチャンスなし終了で、あのチャンネル持ってこれるかもしれへん、ワンチャン。強化チャンス来やんかった時の方が最終ゲームのやつ来やすいんですよね。まだまだ同じメンツや。212枚、行こう、頑張れ。まあせや、そうせや、ゆるかまきれで終わりです。
おお、まあでも9分の1ではペルセポネでいうところの7はしっかり揃えてるんで、まあレアグルがれんかった俺が悪いな。いや、ある、オールラップ系84ゲームなんかやたら当たら早くなってきたよ。いやいや、それ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 1パーだもんな。来た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 、やるよリベンジ、すがに行くわ。で、揃えた時のあれなんかループ率 20% が最低っぽいから引きますわ。絶対決める。あー、やたら滑って、まあまあよ、2角だし、2角じゃなさそうやな、この感じだったら。いきます、80パループ頑張れ、からのからのからの上がれ、よい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 けいけいけ、うわー難しい、あーくそ、やってるー、2角やなあれ、平均いけまへんで、くそー、ラボジョーカー行きましょう。下げることはとくと拡大ケースでマジわからんす。まあ飽きないもちろん出てますけど良さそうではあります。絆はかなり強い。あーリゼロは結構硬いな、まどうか、もうまあほぼ飽きないなしで、バイオが7カードがもう間違いないですね。だから 1000SP はめっちゃ回数全部ついてるからありそう。はい、てな感じでございます。まあどこなんやろな、まあ、でも絆がパッと別要素に見えたね。そう、まあ番長とかも多分いいんかな、まあ、粘ってらっしゃるってこと多分そういうことだと思うんで、はい、まあそんな感じで、引き続きちょっと僕も頑張っていきたいなと思います。なんかなかなか上に上がれてないんで、しっかりと、浮上できるように頑張ります。ありがとうございます。成り上がり、ここでハマったらせっかくさ、いい感じまでいい感じで当てとったのに、もうちょいってところやったのに、まだハマることになってますんで、ちょっと早めになんとか引っ掛けたい。で、4台あって一番向こう側の台が結構当たりついてるグラフ見たんですけど、こんなになってましたあれこれどっかで見たことあんなっつ、まあまあそれ考えたら、あまあ、うん、どうなんやろな、まあ得意なタイプではないのよねそれ。例えば確定薬引いた時に跳ねる可能性がある分、まあおもろいかもしれないけどね、まあ、エクストラ設定で考えるべきかもしれへん。まあちょいマイナスになりながらギザギザ刻んで、ちょいマイナスになりながら、このこれを揃えましょうっていう、そういうゲーム性な感じがすんな。3、あ、5、 OK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 3 割取るわ。 OK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  固めます。いやー、おーおーおお、嘘だろ、ちょっと待って、67%やん、なんで見逃さへんで俺、67%やで、ここほらほら、なんか目が来てるんじゃん、うわー、なんでなんかカッシングアルティメットモードとかもあるみたいなんやけど、それ多分100回転に来るから違うよね。やるやん、それもハーデスみたいですね。9分の1で揃って100以上で来るからどうかなみたいな。だからまあ最低100で終わる。さっきみたいなことすると俺100で終わるんよ。鬼集中いきます。これ狙いレアクっぽいな、これちょっと、いや違う、あ、ナメキ、ほらどう、いい色がいいじゃない、ひざまずけ、嫌です、カットインとりあえず出しましょう。いや、いいね、絶対決める、ニョーラナイス、いきます、ゼロシールで振り分け的には 20% あるが多いみたいな、かける、お願いしまーす、かか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 
で見たぞこれ。いけいけいけ、くー、いや、もう一回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 揃えよ、もう一回揃えよ。いやー、むずいか、むずいね。とりあえず、とりあえずカットインだぞ。いきます。いれやく、うまい、耐えた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 、タック、30、でかい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 、いきます。いやー、うー、まあ平均は超えたんじゃないですか。もっといけるだろう、250でございます。よし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 、まあまあじゃない、まあまあじゃない、なんで来たやろな、ちょっとようわからんな。とりあえずこれ500枚出るやん。え、ちょっと待って、ワンチャン見えるんじゃんこれ。でもトントンだよな、これ今ハマった分出るだけなんだよこれ。このままやと馬乗せマジで頑張るな。か平和な平和な乙女はいらん、もうあれ狂ってくれマジで。さあ残り100切りましたね。何かしたかと言われたら何もしてない、曲選んだぐらいです。まあ上乗せ引かれへんのとかはもう完全に俺のアーム力のなさやからな。通常時俺結構いい台やと思うやけどな。だ AT がその分やっぱむずくなってる感じが打ってると思うな。けどまあスタートラッシュ決めれる可能性は大いに秘めてるから、そこでやっぱ頑張るなあかんねやろな。いやこれ以上俺上乗せの初期ゲーム無理よ多分俺のアームじゃ。いやこれちょっとショックやな、これ伸ばせやな。あんま俺多分この台では出されへんってことやから、千載一遇のチャンスをこんな見事に棒に振ってしまうとはやらかしてしまいましたね。俺の引き、まあ引きやな、まあ正直さっきちょっと上振れた時もあったからさ文句は言われへんけど、まあ270ゲーム消化で450枚獲得で終了です。まあ、悔しいな、せっかく大チャンスやったのに20ゲームしか載せられてないんで。これがあるからみんな忘れたらあかんねん、入らんねんて、入らんねんてこれ。本当にいやー悔しいなこれマジ。アホかお前、めちゃめちゃ愛しとるやないかい元成を。ああ乙女クイズ、はい、ああちょうだいちょうだい、乙女クイズちょうだい、当てるよ俺全部。ああ、いやむずいわ、技名とかは分からんよそんな。ガトツトツトツ、おいおいおい嘘だろ嘘だろ、これ俺あれやん、天空の扉やろ、418ゲーム。じゃあもうさすがにこれは臭いやろさすがに。お散々フェイクで 2AU 飲まされてきたけど乙女はちげえよ。あとガトツではないからだ多分必殺技の名前は。まず真ん中ね、いやこれうわ懐かしいこの感じ。7は止まった、もう一角やろこんなん。いきますね、一応赤フォローしながらいきます。赤くせー、これちょっと待って、 赤フェイクの匂いプンプンすんだけど、いきます。ダブルテンパイなわけよね、これもバーの方が偉いわな、アルティメットだからな。いきます、もうめっちゃもうもうガトツじゃん、もう必殺技ガトツ違う、まだ愛が足りない、まだ愛が足りない、愛が足らんから決められへんねんて。はい、分かると思ったんお前、俺がそれ出したか今日1回でも出してへんやろ、むずいわ。まず簡単なところとか言っても全然違うから、全然簡単じゃない。難易度はやっぱもうちょい、もうちょい低めの。いやガチでガチでこれ初めて見たんやけど、グミちゃんじゃないの、グミちゃんの、グミちゃんの、じゃあもう、え男やろ
クミ高田クミ白、まあ、白、白な、白な、まあまあ、まあ、そうやな、パチンコパチンコやな、スロッター、スロッター、うん、ぬるい、答えてほしい、オッケーオッケーオッケー、毛利元就の、はい、あ、当てれるで俺大好物やろ。いや、強川カットイン、萌えカットインの時になんか持ってるみたらし団子ちゃう。いや待って、嘘パイ、みたらし団子か茶なんよ、茶、お茶、抹茶。いや待って、嘘、え、どうやったっけな、乙女2の記憶しかないけど、乙女2で、あ、なんか行きました、ちょっと待ってな、乙女2でかき氷かな、かき氷、かき氷な気するわ、花火上がっててかき氷ファーみたいな、いやいやいや、なんかそんな記憶あんねん、ちゃうかな。ファイナルアンサーで正解は、はい、漬物です。漬物当たるかんなもん稼ぎもせへんだわ俺あ、漬物好きなんや、もう可愛いやんや、もうそっから可愛い、買ってくよ俺漬物。当たんのかい当たんのかい。542ゲーム俺ならやれる。まずここで固めます。そう、信長そういすいません。ただ見ましたか、今揃えたの俺毛利さんなんで、任せてください。見て 2% ある、だいぶでかいっす。そういうこと。たっ100いこう、100 131。来た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 。ここも汚れているな。え、そんなことある、絶対違うよねこれ。あ、そうやんね。なにこれ、フリーズしてます。あ、頑張れ頑張れ、ほら、いやいやー、あー、はい、バタ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 、あー、おーおお、まだ落ちた、20、固まれ、ああ、続いて、結構乗ってるよね、121。マジで本気出すわ、怖い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 、こいこいチャンス突入っつって、さあ行こう、常闇連れてったらもうあとはもう崖から行こうよ。おるでしょそこにラスボス、見て見て見て、いるでしょラスボス。まあ、なんか上の方をカン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 ってハンマーで砕いてこう、ほなもうバーン落ちてても終わりですわ、大概勝ち、ありがとう。その魚どこで手に入れたの、誰、え、信長やは、こんなん、これは行って、マジで頼む、もう一回信長やろ、もうすんごいの、ここがもう、ああバカか、バカすぎる俺、乙女萌えカットインよ、で、まあ、これ今なってますね、これよし、これ特化ゾーンじゃないのか、うわー、萌えカットインキャンセルしてもうた、愚か、愚かすぎる、なんか偉いの来やんから、いや、信長さんはもうマジでやってくれると信じてる、昔っから強いのよ、信長さんの強化チャンスはほんまに強いから、この人だけは。すごいね、
特化ゾーンより全然ありがたいわ。なんかもうちょっと眩しすぎて目がブワーなりましたけど、さすがの信長さんすね。いやー、信長の絶対的な安心感半端ないわ。やっぱポニーテールで分かったもん。お、信ちゃんやんっつって、ここでバードロー引く。まあでも5000回で回して2万3000で済んでるならまあ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 中間ぐらいはあんねやろな。1ではないやろね、さすがにね。まあまだあと残り40ゲームあるんで、40ゲームあれば全然89人狙えるんで、いける。で、エデ中に引けることも確認済みです、もちろん。横の方が2回引いてたんで180で、すごすぎてもう言葉出んかったわ。ほえーっつって合計3回引いてます。引きが弱いんやな。まあでも引きが弱くても一応100乗せとかはできてるから、もうちょい振り分け取れるんかな本来な。コンディション抜群で打ったら俺負けへんかもしれないな、これ。そう、むずいな。下手っぴやな、伸ばしきられへんな。なりあがり、お疲れ様です。暗くなっちゃって、今夜なんですけど、まあ今からちょっと帰らないといけないということで、帰ります。グラフ的にはなんか結構自分の打ってるやつがめっちゃ揉んでて、で揉んでるけどまあ下がっていってますみたいな。で旗当たり確率は2と3の間ぐらいで結局落ち着いたんですけど、あれ絶対こうせってやろうって思ってた向反対側の方もなんか同じようなグラフに見えたんよ。まあ、レンジを見てないから分からへん。レンジ僕3000レンジやったんですけど、まあ、分からへん。まあ、似たようなグラフ、もみもみもみとなってね。で、その中でも僕の横の方は、まあ、もみつつも、ゴッと引いて、もう言うてもったもんな。言うてもった、ついに。ついにってかずっと言ってたけど、揃って、バーンって出すみたいな、エンディングまで行って、頭ポンって跳ねるみたいな感じがあったんで、まあ、やっぱあれ待ちなんやろなっていう感じはしましたね。だから逆に、上あったんかな。まあ、これちょっと有識者の方に聞かないと分かんないですけど、まあでも確かに上って言われてもおかしくはないぐらいの、まあ、発射確率は重かったけど、持ち、なんていうの、弾の遊び具合やった感じはした。あそこでだから、あれ引いとったら上に上がってたんやろなっていう感じはします。けどな、むずない ?ART 中、俺だからな、この AT 中か。あそこでしっかり確定薬引いたりとか、まあ、1回あったけど100乗せとか、なんかああいう特化ゾーン持ってくるとか、そういうことがしっかりできるとより一層面白くなる。まだあそこのブレイズがもう完全にジャッジの演出なのか、それともあそこの成立策で変わるのかとか、なんかその辺もまだ解析出てないんですけど、その辺がなんか例えばあそこ実はめっちゃ自力あったみたいなとかやったら超おもろいだやし、なんかその叩きどころがね、うん、だからそのそこら辺もっと詳しく解析出たら楽しめるなっていう風に勝手に思いました。だから全然次も打つ台として候補ありやなっていう、まだ引けへん、引けてへんしね、うん、っていう感じですかね。申し訳ない、吉木さんにも足引っ張っちゃって申し訳ないんですけど、ミッション的には何も進まずエンディングもいけずって感じだったんですけど、まあしょうがない、そういう日もある。まあ引きの問題なんで、しょうがないっていうかね、まあ、ちょっと吉木さんにお詫びの連絡入れておこうかなっていうふうに思います。そうなんじゃな。まあでもあの台自体は結構まあなんかできるそのいろいろ縛りがある中でよく作ってくれたなっていう感じがします。なんか懐かしい感じもしましたし、コンテンツはね、乙女ですけど、なんかふわふわっと懐かしい感じもしたし、いいのかなっていうふうに思います。この動画、またアルティメイト引いたんで、乗ってないけどアルティメイト引いたんで、それがいいなっていうふうに思ってくださる方がいらっしゃいましたら、よかったらグッと押してもらえると嬉しいです。よくないよ、やっぱ引けばやろうって思った方も、次頑張れっていう意味で押してくれると嬉しいです。チャンネル登録もまだの方、ぜひやってもらえると嬉しいです。そんな感じ、ありがとうございました。雨の日、モンキー、荒れる、パチンコ屋さん、この3つ掛け合わせると勝利ということです。オーケー、いった。よし、これモンキーターン。あの画面出したらいいやろ。あの画面出した瞬間優勝へ行きます。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。